徳兄弟院君は、李氏朝鮮初期の王族であった人物。意味名は、字は、慶光、幼名は、韓寿。第11代国王である中宗の第9王子で、実母は、正浜靖氏。第14代国王、宣祖の父。嘉靖9年3月5日、朝鮮阪寸にて誕生した。嘉靖18年徳教君に冊封され、4年後の嘉靖22年、清祖治世下で、両義制を務めた帝林氏の彦であり、藩中枢婦人であった、帝与虎の娘である、加藤定氏と結婚した。川元君、川良君、宣祖、李昭信、李慶玉の三男二女がある。民州14年、嘉靖38年5月9日に、病のため私邸であった、土星宮にて蟄居し、同年8月16日、揚州水落山に埋葬された。高吉元年、三男の川上君が民衆の崩御に伴い、即位して宣祖となった。2年後の宣祖2年、高吉3年、北宋第5代皇帝、英宗の実父、張誠譲に、牧王の号が追号された故事に倣って、徳教君は、徳兄弟院君と、夫人の加藤定氏は、加藤府大夫人と、対御子とされた。夫妻は、皇女母とも称された。漢詩を物し、移牧という著作がある。ありがとうございます。